はい、皆さんこんにちはでございます。今日もブクブクやっていきましょうということで、皆さんどうですか。私はね、まあまあ得点こそ上がってはいませんが、レベルも20になって着々と進んでおります。でですね、まあドーナツがないんでね、ドーナツがなくなったりすると、あの体が震えたり、するようになってしまいました。ドーナツ禁断症状というらしいんですが、皆さんぜひぜひね、あのそこまではまらないように、ドーナツはねちゃんと経済的に使っていただけたらなと思いますが、はい。ということで今回何しようかなと思ったんですが、まあね、その何点取れるとか、これで1位取れるっていう動画も出したかったんですけども、まあ俺のそのプレイ技術があまりにもよろしくないのでそう、全然こういい感じにランキングも入らず100位とかなんで、ちょっとまた修行のみ、はい、これはまたね、今度また完璧になった時に動画を出そうかなと思っておりますので、お楽しみにください。今回は、ストーリーといいますか、ストーリーモードで、特別ステージっていうのが、まあ、どのキャラのお話でもあるのですが、その特別ステージがちょっとややこしいんで、それをいかに、まあ、私流なんですが、もっと簡単にできる方法があるかもしれませんが、簡単にねクリアできるように、まあ得点とかじゃなくて簡単にクリアできるような、そのキャラクターだったりとか絵馬とかの使い、おすすめ絵馬とかを紹介していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、どうしましょう。なぜこのステージに取り入れ、ここねすごく大変でしたね。この本を合計160サイズ以上、これどこでもどのキャラクターでもあるの、カンバラさんだったら腕かなとかがあったような気がしますが、まあ、どのキャラクターでもあるんですが、この合計160サイズ以上の消去、これちょっと考えないとなかなか普通通りにポイントは稼げるけどっていうところはあるんですが、なかなか難しいので、まあ、そこら辺をねちょっとやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではやっていきましょう。ということで、月日ちゃん持ってきました。パジャマが浴衣というキャラクターで、これはですね、まず最初に、適当にやっていって本も破壊していく形で、とりあえずスキルを貯めていくということで、月日ちゃんのスキルは中央付近のプクを合計サイズ15個分かサイズアップさせるという効果なので、それまでスキルを貯めていこうかなと思っております。で、貯まったらなるべく本を真ん中に持ってくるような形、であんまり時間をかけすぎてもいけないんで、もうちょっと溜まったかなぐらいで発動しても大丈夫と思います。まあ1回目なんで、はい。そしてエマの方なんですけども、星5のエマを持っていないので、ナデコスネーク、これがランダムな4個のプクをサイズアップで、ホッチキスを噛まるのをやめてくれ、これがランダムな5個のプクをサイズアップというか、サイズアップを持っていっております。でこれなんですけど、ちょっと運ゲーなんで、ランダムなんで、ちょっと運ゲーになってしまうんで、本が多い時に使うのがベストではないかなと思います。ですが、あまり本を置いておくと、小さいの他のでコンボができないで、フィーバーに入んなかったりとか、次のが変わらないんであんまり持っておくのもよろしくないのかな。8個とかサイズ6ぐらいで置いとったらいいんじゃないかなと思います。で、月日ちゃんがスキル溜まったんで、本来るまでやっておきます。そしてここで月日ちゃん、これが強い、真ん中からボンと大きくなりますので、で、ナデコスネークを使って、コンボで、ね、使っていきます。これでもう一気に片付けれるかなと思いますので、もうこれでクリアで。はい。どうでしょうか。戦場ヶ原さんとかも、プクを大きくするサイズ、大きくするスキルなので、いいとは思うんですけども、ちょっとランダムって運ゲーに任せてしまうので、だったら月日ちゃんでいいのではないかなと思って使ってみました。はい、どうでしょうか。で、これで、エマとか持ってないよっていう人もいると思うので、そういう場合は、コインで時間アップとかもあるので、それを使うと多分確実に、クリアはできると思うので、ぜひぜひ、どっかで積んでるって方がいらっしゃったら、この月日ちゃんを使ってやってみてはいかがでしょうか。ということで、こんな感じでいいかな。参考になったでしょうか。ぜひぜひ参考になった方は、グッドボタン、チャンネル登録等よろしくお願いします。それでは、今回はこんな感じで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。